宋伊佐尾寺墓地修行寺公園は、鹿児島県薩摩郡薩摩町虎居にある墓園。同地は、慶長八年頃にこの地の領主であった島津氏文家、宮野城家の当主であった島津忠長が、菩提寺として建立した、明神寺松寺大徳山、宋伊佐尾寺があった場所であった。明治二年の廃仏毀釈により、宋伊佐尾寺は廃寺となったが、宮野城家の墓所だけは残され、 跡地は墓所を鑑賞するための公園となった。ここには、初代、直久の墓はないが、二代目、ただ長の墓から十七代目、ただまるまでの墓が残っている。墓地の入り口には、廃物希釈後に神社として建て祀った鳥居の跡がある。丸二十時の島津の門の使用を許された七代、久方、九代、久し助などの墓の上の門には、金箔が貼られていた跡がある。また、 久しだけが建てた、祖先予行の日は、大きな亀の背中に乗っており、その紙面の文字をすべて解読すると亀が動き出し、川内川を泳ぎ出すと伝えられている。なお、厳冬主十八代目、忠だは、京都ホテルグループのホテル大倉の社長でもあった。墓所自体は、現在も宮之城島津家の管理下にあり、家型の得意な墓石などから、鹿児島県指定史跡となっている。 ありがとうございます。